私たちは稲森アートプロジェクトグループ、略して IAPG と申しますが、会社員、主婦、学生などのアマチュアメンバーで構成されておりまして、休日ごとに集まって練習を続けています。プリマベーラです。私たちは現在、祈り、光の中へという曲を歌っています。この曲は女性の平和への思いが込められた曲です。愛する夫や恋人、そして子供たちを戦争に送り出したいと思う女性はいないと思います。それはどんな国に生まれても、文化や宗教が違っても、女性にとって同じ思いだと思います。世界に目を向けてみると、今この瞬間にも愛する人を戦争に送り出して悲しい思いをしている女性たちがたくさんいます。私たちは同じ女性として何かできることはないかと思いました。世界の半分は女性たちです。その女性たちが同じ思いで手をつなぎ合えば、世界を変えていくことができると思います。この思いをニューヨークに集う世界中の女性たちに届けたいです。もしこの思いに共感していただけましたなら、ぜひお力添えをいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。稲森アートプロジェクトグループとは、稲森のり子という一人の女性によって立ち上げられました。彼女は5人の子供を持つ母親でしたが、やがて死に至る難病を抱えていました。彼女は残された時間の中で、何か世の中のためになる活動ができないかと思い立ち上げたのが、この稲森アートプロジェクトグループです。立花です。私たちの演目の一つに音楽劇というものがあります。劇中では銃を持ち戦いに赴く男性、愛する夫を見送る女性、戦火に巻き込まれてしまう家族、そういった方々が登場します。しかし最後、人々は手を取り合い平和を祈る、そういったストーリーになっています。この音楽劇の最後にお祭りのシーンが出てきます。それまで争い合ってきた人々が、国や宗教、民族の違いを超えて、一つの地球人として一つになれたことを喜び合うお祭りです。こういったお祭りを音楽劇の中だけではなく、いつか現実のものとして実現できる日が来ることを強く願っています。皆様のご理解とご支援をいただければ大変幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。彼女は2013年この世を去りました。口を聞くことも手を動かすこともできなくなった彼女が、亡くなる直前に周りの人々の助けを借りつつ必死の思いで記したのが、この一冊の本、愛と平和の祈りです。浜野健康と申します。このザ・ファイアファイターズというお芝居は 9.11 のテロを題材にしたものです。命がけで救出活動を行う消防士たちにとって、人種や民族、宗教の違いなどは関係ありません。このような違いを超えて、私たち一人一人が人間として助け合っていく、そのようなことを願って、この物語をニューヨークで公演させていただければと思っています。どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。私たちはこの彼女のメッセージの内容、精神に深く賛同し、彼女の思いを引き継ぐべく集まった約100名の仲間と共に活動を続けています。稲森アートプロジェクトグループの徳重明です。このマリアの祈りなんですけれども、江戸時代、戦時中の昭和、そして現代と時代を超えて織りなす人間模様、あるいは人生の軌跡のようなものが描かれていて、大変感動的な内容になっております。原爆投下という悲惨な経験をした日本から発信する演劇であるからこそ、愛と平和に満ちた地球への思い、そういうものを大きなテーマとして掲げている演劇でもあります。合唱や歌や太鼓やダンスも含めて、この IAPG の総合パフォーマンスをどうか世界中の人にニューヨークにお届けしたい、そういう気持ちでこの5年間毎週練習を重ねてまいりました。どうかご支援いただければありがたく思います。どうぞよろしくお願いいたします。稲森アートプロジェクトグループの大西と申します。私たちの演劇作品マリアの祈りには、何度も同じ長崎という地に生まれ変わり、キリスト教徒として生活している信徒の方々が登場します。私はその信徒の方の一人を演じさせていただいています。原爆が落ちた時、長崎に住んでおられた方々のその苦しみや悲しみを乗り越えた先にある希望の光や愛を表現している作品になっております。これからの地球をみんなで手を取り合って作っていこう、その希望のメッセージがこの作品の中には込められています。
精一杯表現しながら演じさせていただいております。皆様どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。